ビクトル・ボリソビチ・フリステンコは、ロシア連邦の政治家。第一副首相、首相代行、産業エネルギー賞を歴任した。妻は、保健、社会開発省を務めたタチアナ・ゴリコワ。1957年8月28日に、チェリャビンスク市に誕生する。1979年に、チェリャビンスク工科大学ロシア国民経済アカデミーを卒業。 1983年には、モスクワ経営大学大学院を修了している。1980年から1982年まで、ジェリアビンスク工科大学研究所、主任、1983年から、ジェリアビンスク工業大学機械経済講座所教授を務めた。その後は、政界入りし、1991年に、ジェリアビンスク就業政府副長官に就任。 1994年には、同州第一副長官に昇進した。1996年ロシア、連邦大統領選挙では、チェリャビンスクで、エリチン陣営の選挙運動を指揮した。選挙後の1997年3月に、チェリャビンスク州大統領全権代表に任命され、同年7月には、ロシア連邦政府の財務次官となる。1998年4月、 セルゲイ・キリエンコ内閣の副首相に任命される。ロシア財政危機への対処を理由として1998年9月にセルゲイ・キリエンコ内閣が退陣すると次のエフゲニー・プリマコフ内閣では第一財務次官に転じた。1999年5月に発足したセルゲイ・スティパーシン内閣で第一副首相に就任。同年8月からのウラジーミル・プーチン内閣でも 留任した。プーチンが大統領に就任すると、2000年5月にミハイル・カシアノフ首相の下で副首相を務め、チェチェン問題委員会議長として、チェチェン紛争とその問題にも当たる。2001年2月に住宅政策委員会議長に就任し、2004年、ロシア連邦大統領選挙直前に、プーチン大統領によってカシアノフ首相が解任されると、 2004年2月24日から3月5日まで首相代行を務める。カシヤノフ首相の公認となったフラトコフ首相の第一次ミハイル・フラトコフ内閣で産業エネルギー省に就任した。2004年ロシア連邦大統領選挙でプーチンが再選すると第二次フラトコフ内閣が組閣されるがフリステンコは産業エネルギー省に留任し2007年からの ビクトルズ・プコフ内閣でも産業エネルギー省に泊まった。2008年5月にドミートリー・メドベージェフ政権が発足すると第二次プーチン内閣で産業貿易省に就任した。日露貿易経済協力担当を務め2001年に訪日している。ありがとうございます。